海と日本。推進リーダーのフロントライン小島です。皆さん、灯台記念日ってご存知ですか？11月1日は灯台記念日。古くから日本の海を照らし船の往来を支えてきたのが灯台。日本財団と海上保安庁は1日から海と灯台ウィークと銘打ち、全国でイベントを行いました。灯台を中心にしましてね、やはり地方創生、おらが町のこれは名物だと、こういう先人の苦労でできたんだということを知っていただくと同時に、多くの観光客のためにもですね、これを利用させていただこうと。広島市にある宇品灯台でも地元の小学生が海に思いを馳せ、描いたタイルを展示して灯台を彩りました。海に出た漁師さんなどの役に立っていることが分かりました。みんなで協力して海 を、ま、守ることが大切だと思います。日本という国は海に四面を囲まれて海に守られています。ですので、私たちも海をしっかり守って、次世代に残す、綺麗な海を次世代に残すという思いを伝えたいと思います。海の風景と調和して見た目も美しい灯台、歴史的文化的価値もあるので皆さんもぜひ行ってみよう。海と日本。海と日本プロジェクト in 広島、見てくれてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。